今大会を入れ残り2試合となった米国女子ツアー。来週の最終戦、CME グループツアー選手権は史上最高額の賞金総額1100万ドル。優勝賞金400万ドルのビッグイベントだが、出場できるのは今週終了時点の年間ポイントランキング上位60人のみ。このボーダーラインの争いも熾烈を極めている。 日本勢で既でに出場権を獲得しているのは4位の古江彩香をはじめ、9位の西郷馬を、17位の佐藤優香、26位の畑岡奈紗。古江は今週はスキップするが、平均ストローク1位に与えられる。ベアトロフィー。争いではトップの座を争っている。最終戦を制して、年間女王の称号。 そしてビッグボーナスゲットを目指していく。この投落線上にいるのが62位の渋野ひなこと69位の西村優菜。現在の6時期はステファニー・キリアコーの 679.777PT。渋野は 32.634PT 差で、最低でも 33PT を獲得できる単独2六日に入る必要がある。渋野は前線のロッテ選手権で予選落ちを喫し 58から県外に交代。ルーキーイヤーだった2022年に出場を叶えたが、昨年はランキング83位でエントリーすることはできなかった。日本開催の2-2ジャパンクラシックでは最終戦出場に向けて、しっかり全力で頑張りたいと気を引き締めており、まさに少年城を迎えることになる。同時に8時期のボーダーラインにも注目したい。トップ80に入ることができれば、 来季出場優先順位で、カテゴリー1に入り、アジアシリーズなどシーズン中のランキングが関わる試合を除けば、シーズンを通してトップカテゴリーで出場することができる。81、100は例年であれば、カテゴリー11に入り、カテゴリー1と共にほとんどの試合に出場できるが、これはリシャッフルの対象。成績によって、シーズン中にカテゴリーの移動がある。 そしてこのラインにいるのが勝みなみ。エミリー・ペダーセンは81位で、18.548PT 差。予選通過は必須。トップ60との差は 274.316PT で、320PT を獲得する単独2位が目安。ランキング101位以下で終了すると上位カテゴリーの出場権が得られず、旧シリーズに参加が必要。 吉田優里は132位からロッテを5位タイで終え、100位までジャンプアップ、稲見萌ねは103位で予選回避を目指す、60位、80位、100位、それぞれのボーダーラインをかけた戦いの行方は、